熱が引いてすぐ全員の家を調べ、一人一人家の近所や帰り道に待ち伏せし、潰して回った。中途半端はやらない。徹底的に追い込む。相手がビビって絶対に二度とやり返してこないところまで最後までやりきると決めていた。むちゃくちゃな話だが、それこそ漫画のように一人ずつ仕返しをし、最後にリーダーだけを残した。恐怖を与えるために。その期間はそれが僕の生きがいかと周りが勘違いするほど、そのことしか考えてなかった。その後にそいつの家の前で帰りを待つこととした。田舎のかなり大きな家だった。そいつは敷地内の離れの部屋に住んでいた。彼の家の前のガードレールに座り、どうすれば彼が僕と二度と関わりたくないと心から思わせられるか、何をすれば一番インパクトがあるか、足をブラブラさせながら考えていた。中途半端にやってまた集団で仕返しに来られても困る。ふと自分の座っているガードレールを見て、これありだなとアイデアが浮かんだ。家からレンチを持ってきて、ガードレールのボルトを外し、一枚の長い板の部分を取り外し、そこに惨状と書き殴り、離れの窓に投げ込み、部屋の中で暴れるだけ暴れた。そういう時代だったからなのか、彼がビビりすぎたのか、どんな理由であれ事件にはならなかった。今思うとやりすぎにも程がある。彼も相当怖かったのだろう。当たり前だが、二度とやり返しては来なかった。あんなにひどくやられた喧嘩は後にもない。あんなことが何度も続いていれば、今頃とっくに死んでいただろう。